でこんなことに。どうしたらいいの？数時間前。アクター、やばい、宝くじ当たった。え、全額つぎ込んで船買った。え、船のメイドとしてアクター雇うから。いざ出航。アホイ、我ら宝生海賊団アクアマリン号全速前進。急展開すぎる。しかも私たち二人だけじゃん。宝生の一味たちも誘うけど、まずは試運転よ。試運転。試運転って言うならちょっとは操縦手伝ってよ。その頃海中では、ひゅーくやー、え、あ、ハウチュー。あ、グラー、 You've really done it this time。 いやー、あー、うわー、 Wait, I'm sorry。 Run, little shark。 You're the small one here, Ina。 Ha, okay, I see how it is。 I wasn't talking about boobs though。 And you're just as fat as I am。 I'm hydrodynamic。 Kika, you want a piece of me？ 本物の海賊になる夢がついに叶った。念願の船も手に入ったし。念願の船。シャー、いいな、いいな。サメとタコ、あれ、船長、うわっ、あぶぶぶぶぶ、サメだ。こんな時ってどうしたら。慌てず、決して水しぶきを立ててはいけません。いやー、来ないでー。あぶぶぶぶ、溺れる、溺れちゃう。サメは聴覚が優れているため、むやみに音で刺激すると反応して近寄ってきます。そんなこと言ったって。すでに獲物とみなされている場合、威嚇することで追い払うことができるかもしれません。複数人で海中で大声を出してみましょう。ぼっちなんですけど。エロ同人誌みたいなことされちゃってる。タコは触手の吸盤で獲物を味見します。船長のことを味見だなんて、エッチ。タコの触手にはサメの背骨を折るほどの筋力があり、力ずくで剥がすのは困難です。めちゃめちゃにされちゃう。ヘロガキに使われちゃう。タコは高い知能を持つため、美味しい獲物ではないと認識すれば逃がしてくれるかもしれません。実に複雑な気持ち。うわ、助かった。シャー、いいな。ん、あのサメとタコ、よく見たらサメちゃんとイーナニスちゃん。サメとタコが知り合いだった場合、話せば分かり合えるかもしれません。シャーク、いいな、いいな。なんか言い合ってるけど言葉わかんない。うわー、なになに、海底のゴミが巻き上げられてきたみたい。不発弾とかあるかもだし、あんまり触らない方がいいよ。わかった。ん、なんか光ってるよ。あー、それは海底に眠るとされる伝説の宝。知ってるの、船長？それさえあればどんな言葉も話せるようになるらしいよ。なんて都合のいい。よし、二人とも喧嘩をやめて。は？あ、It's Aqua Senpai and Marine Senpai。 はーい。よかった、落ち着いてくれた。ようこそ我が船へ。せっかくだし一緒に冒険しない？アホーイ、アドベンチャー。 Yes, please。 サメちゃん、かわいいよ。Is it okay for me to tag along? また触手で絡んでくれるなら OK! わぁ、でもこれで仲間が4人に増えたね。ん？What's that, Gura? Huh? I found it over there! Gura, that's...